どうも、錦鯉です。よろしくお願いします。お願いします。はい、テレビのこう見てた番組で、あとその僕のなんでしょうね、いとこだとか親戚とかも小さい子とかも見たりとかしてるんで、やっぱここは恥はかけないんで、いいところ見せて、あのお兄ちゃん強いんだぞ、頑張ってるぞっていうね、ところ見せたいなとは思います。でも完全制覇です ね、なんかよくそのなんでしょうね、その口だけでね、あの完全制覇って言ってる人がいると思うんですけど、僕の場合はね、もう本当に口だけじゃなくて完全にね、やるつもりですね。完全制覇して、でまだ出てきてない新たな完全制覇した後に出てくる謎の講師が登場して、それもクリアするっていうね、そういったでは一緒に踊ってください。ノリ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 マサノリ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 マサノリ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 マサノリノリノリマサノリノリノリマサノリ。素晴らしい。そのまま今年の目標をお願いします。サスケの完全制覇だ。キャラメルは銀歯泥棒。ゼッケン番号3957、大森明です。いよいよこの男のみになってしまいました。果たしてあそこへ到達することができるか。大森明29歳、アニマル帝団お猿。あと10秒切った。あと8秒あと5秒だ。4、3、残念、もう開幕の限界。あの2年前に出してもらった時もちょっと最初の方でポチャンと落ちちゃった。その時にやっぱりもう家族が泣きましたよ。その日からもう僕はもうトレーニングやりだしまして、ぶら下がり、その引くのと押すのと、あと持久力もいいから、もうあの自転車もやりだして、で今年になってもうやっぱりあの何ですか、ストレッチが大事だってことで、今年に入ってバレエもやります。踊る方、踊る方もやりますね。だからもうあの中からやっぱり、うん、サスケに向けてもうできること全てやろうと、この2年やってみます。今年は第一ステージ絶対クリアします。3958番 YouTuber ヒカキンです。よろしくお願いします。いや、やっぱりここに来ると少し緊張が一気に来て、あのステージ立った瞬間にどのくらい緊張するかっていうのを考えると不安なんですけど、一回出てるんで大丈夫だと思います。耐えている、飛び移れた、飛び移りました。この赤いカーテン1枚で進まなくてはいけません。さあ耐えて耐えて耐えて、落ちた。ヒカキン、ヒカキンが落ちた。やっぱり正直なんとなくいけるでしょうぐらいで思ってたんですけど、本番スタートラインに立った瞬間に想像の100倍ぐらい緊張しちゃって、あとやっぱりこう縦で見るサスケのあの迫力にもやられてしまったんで、ただそれ一回見てるんで、今回は平常心でいけば前回より全然いけると思います。今回勝手に僕言わさせていただいてるんですけど、自称僕のライバル山田勝美さんで、前回もかなりこうアドバイスもくださって、でも若干前回僕の方が進んだんですよね。ただ今回は俺絶対クリアするからなっておっしゃってたので、僕もそこから刺激をいただいて負けじと頑張ります。山田勝美さんにだけは勝ちます。ゼッケン番号3959番、ゴールデンボンバー桐生翔です。出させてくれてありがとうございます。お邪魔します。本物のセットを目の前にして死ぬほどビビってます。今回はどうしてサスケ出ようって決意してくださったんでしょう。あのですね、今回うちのグループのダルビッシュ健二が出ないということで、
なんかそれが僕はすごい一大事だなと思いまして、何か僕にできることがあったらと思いまして、僕が出場させていただくことでダルビッシュのいないサスケを少しでも盛り上げることができたらと思いまして、ちょっとエントリーさせていただきました。アドバイスをいただきました。落ちるイメトレをしておいた方がいい。落ちてパニックになっちゃうと危ない。あと怪我しないように温かいアドバイスをいただきました。あのテレビで見てる限りだとドラゴングライダーとかって鬼門だよねとか思ってたんですけど、リアルで見たら全部鬼門でした、ね、フィッシュボーンが見れば見るほど分かんなくなってきて、あれクリアしたいなとちょっと思っております。体験番号は3960、東京オリンピックフェンシング代表選手ストイツカイと申します。今年が2回目、去年がデビューでとても楽しかったので、今年も緊張してるけどとても楽しいと思います。小さい時から家族よくサスケ見てましたので、いつかサスケに参加したいなってずっと気持ちがあったので、去年やっとデビューできて、まあファーストステージ負けたので、とてもリベンジマッチをしたいと思ってましたので、それの、まあ、目的があります。フェンシング、毎日6時間から8時間毎日トレーニングしてますんですけど、まあ、そこの中で、まあ、結構サスケの動きの筋肉とかも使いますので、フェンシングのトレーニングと、まあ、ウェイトトレーニングをやってサスケにいい勝負できるかを見てみたいと思います。まあ、フェンシングはよく足を筋肉が大事だと思うんですけど、私は結構、まあ、剣を使うので指の力もありますので、そこの、まあ、使い方を見せたいと思います。今年の目標はファーストステージをクリアします。サスケ40回記念大会、ミスターサスケ唯一の皆勤賞、最強の100人が挑む究極のサバイバルアタック。お願いします。ケイン小杉、森本裕介31歳。27日火曜夜6時。残りは10秒だ。この瞬間に完全制覇なるか。震えろ。